はい、優雅に始まり、のんきに終わる、喋れるだけ喋る、お盆休み負けて夏休みも終わった感じですね。はい、ここのとこ世間話良かったんですが、今日は43個目、茶番とガチバトルとサピエンスとルーデンスとストゥピドゥスの話という、よくわからない話ですけれども、茶番とガチバトル、これいろんなことがね、茶番でやられちゃうとこれつまんないわけね。やっぱり本気でガチバトルでやらないと、これお相撲もそうだし、あ、すいません、椅子の音がしますね。はい、失礼しました。相撲もね、八百長とか、ある時代は、今どうか知らないけど、面白くないけど、これやっぱりガチバトルじゃないと面白くないわけですよね。オリンピック見ててもそうですよね。ガチバトル。やっぱこれが面白いわけで、なんか結果が分かってるとか、なんかこう、もう、宮北選手しか出てこないとか言うと面白くないんだけど、なんかやっぱ新しい動きやって、新しい人が出てきて、それでガチバトルやって結果が分からないって、やっぱりこれ一番面白いんですよね。面白い。まあそんな話で、その後サピエンスとルーデンスとストゥピドゥスの話っていう、サピエンスっていうのはね、賢いとか頭がいいって意味でホモサピエンス、我々みんなホモサピエンスなんですけど、ホモサピエンスって言い方と、あとホモファベルって言い方なんですけど、知ってる？ファベル、喋るじゃなくてホモ喋る、まあ私は喋るになってますけど、喋れるだけ喋るでホモ喋るですけど、ホモファベルって、あのホモ、要するにいろんな人類がいたんだけど、その中でどう位置づけるかっていうか、どう特徴づけるか、本質をね。で、我々はホモサピエンスって言われたわけね。で、その前にホモエレクトゥスなんて人がいたわけね。二足歩行で歩く人、直立歩行する人、ホモエレクトゥス。で、我々はその中から出てきたんだけど、ホモサピエンス。ね、賢い人って。本当かよと思うんだけどね。どこがサピエンスだって、まあ、世の中見てるとあんまりサピエンスだと思えないんですが、ただ他の動物種に比べたらやっぱりサピエンスなんだね、これはね。サピエンス。いや、だけどサピエンスじゃなくて、ファベルだろうって言った人たちもいたわけね。ファベル。喋るじゃなくてファベルね。ファベルは、作る人、道具を作る人ってね。要するに、道具を作るようになったっていう。で、いろんなこう、物を作るようになったと。ね、船を作って、海に出てみたり、ね、いろんなものを作るようになった、石器を作ったりね、作る人っていう、そっちの方が本質なんだって言った人もいるわけね。で、まあサピエンで結局サピエンスが定着したんですけど、まあファベル作るにしてもサピエンスじゃなきゃ作れねえだろうみたいな、でもどっちが先だと、作らなきゃ頭も良くならないだろうみたいなね、まあそんな話ですね。でもう一個ね、それに対してね、ルーデンスって言った人がいるんだね。これ1938年だね、ホイジンガさんね、ホイジンガ最近ハマってて、そればっかり読んでるんで、そのネタ増えてるんですけど、あっちこっちで、ホモルーデンス、これ一番いいですね。ルーデンス、遊ぶ人、ね、我々は遊びから始まったと。物を作るのも遊びから始まった、ね、考えるのも遊びから始まった、全部遊びから始まったんだって。遊びの要素を失っちゃって、サピエンスだけじゃダメだし、ファベルだけでもダメだと、真面目に働きすぎてもダメだし、真面目に考えすぎてもダメで、そこに遊びっていうのが土台にあるから、遊びの中で本気に考える、遊びの中で本気に作ると。ついつい遊びで始めたら夢中になっちゃって道具作っちゃったとかね、ついつい遊んでたら、考え始めたら、遊びに夢中になってたら、相手にどうやったら勝てるか考え始めたら、ついつい賢くなっちゃったとかね、そっちは本質だろうってことで、ルーデンスがベースにあって、ファベルとかサピエンス後から出てきたっていう、ホイジンガさんって人がいたんだけど、私はこの説を全面的に支持していまして、我々ホモサピエンスっていうか、ホモルーデンスだね、我々人類の本質は遊びにある、ホモルーデンス、ね、ところが遊びを忘れたルーデンスを忘れた現代人は、サピエンスでなくなっちゃったし、ファベルでもなくなっちゃったと。道具が作れない、使えない、石器作れって言われたって作れない、火起こせって言ったって火起こせないね。まあそんなことでファベルでもなくなっちゃったと。で、サピエンス本当に考えてんのかとね、本当に考えてなくかと、毎日進歩のないツイートばっかりしやがってとかね、思うわけですよ。もうちょっと考えろと、サピエンスなんだからって。これなんでダメかっていうと、ルーデンスを忘れちゃったからなんでね。結局、もう一度ね、遊びに立ち戻れと。すべて遊びであるとね、働くのも遊び、考えるのも遊び、勉強も遊び、物作るのも遊び、全部遊びから始まってんだと。ね、喋るのも遊び、ラジオトークも遊び、ね、全部ルーデンスでいいじゃないか。で、その遊びの要素を忘れちゃうと、考える力も弱っちゃうし、作る力も弱っちゃうっていうね。なんか作らなきゃ、なんか考えなきゃ。で、めんどくさくなってやめちゃうっていうね。だけどこれ、ここに遊びがあると楽しくて夢中でやっちゃって考えちゃう。楽しくて夢中でやっちゃって作っちゃう。より良いものを作っちゃうっていうね。ということで、遊びが我々の本質だそうですよ。で、もう一個、ストゥーピドゥス。これは私が作った言葉ね。遊びを忘れた人類はホモストゥーピドゥスになった、ね、ストゥーピドゥス、解説しませんが、ホモストゥーピドゥスになってしまったなと思って、もうホモサピエンスのは滅亡過程に入ったという仮説でね、ルーデンスを忘れたサピエンスはストゥーピドゥスになった、ね、ファベルも失った、まあ、そんな話なんですが、まあ、それはどうでもいいとして、茶番とガチボトルの話に戻りますが、ここに来てですね、自民党総裁選いきなりと言いますが、ガチバトルの様相を呈してきたわけね。で、今立憲民主党もさ、代表選やってるけど茶番に見えちゃうわけね。で、それに対して自民党はガチバトルになってきたわけ。去年、3年前は茶番だったんですよ、ある意味ね。茶番だけど多少ガチバトルの要素もあるんでね。やっぱり面白いのはガチバトルになるっていう。で、今もう結果が分かんないわけね。結果が分かんないから面白いという。まあ、片や立憲の方も結果はまあ分かんないけど、あんま面白くないね。やっぱどっか茶番っぽいわけね。もうあらかじめ限られた枠の中でやってる。それを崩してやっちゃってるというね。ここはやっぱりもうどっちが正しいとか、どっちの政治的主張がどうこうじゃなくても、
あのホモルーデンスとしてはどっちが楽しいかなんだよね、見ててね。ホモルーデンスとしてはやっぱりガチバトルが面白いと思っちゃうの、これルーデンスだから。だけど下手にホモサピエンスで考えちゃう人は、いやこれはちょっとなんかあるぞとか、いやこれマスコミばっかりが報道しておかしいとか、なんかね、だけど焦るわけね、ルーデンスだから。なんかあっちの方が面白そうだぞ、やばいぞと、こっち面白くねえぞと、あっちの方が面白そうだぞつって焦るわけね。あっちのゲームの方が面白そうだ、あっちの遊びの方が面白そうだぞ、こっちの遊びはちょっとつまんねえぞみたいな風に思うから焦っちゃうわけね。本当あっちで遊びたいんだけど、あっち行ったら行くわけにいかねえしなと言ってね、だったらもっと大きい遊びをやればいいわけね、もっと楽しい遊びをすればいいわけで、でもっと楽しい遊びが出せないもんだから、で遊びのルールっていうのはもっともっと楽しい遊びのルールを作っちゃえばいいんですよね。で野党側にはそれがなくて、なんかこうブツ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 言ってるというさ、自分たちが上手に遊べないだけの話であって、向こうは楽しく遊んでるわけで、ガチでね、ガチで真面目に真剣に権力に取り憑かれたようにね、俺がなるんだと言ってガチバトルやってるわけで、だから面白いわけね。でここで結局こう権力への執着ってなんだけど、権力への執着って大事なんですよ。なぜか真剣になるから、金への執着も大事なんですよ、真剣になるからね、その真剣さ、ガチの部分が弱すぎるわけね。野党の方はね、権力への執着もない、なんとなく自分の身が保てればいいと思ってるからね。でそれに対して向こうは結構捨て身でやってる部分あってさ、向こうって言っちゃいけないね、こっち向こう違うね、どっちでもいいんだけど、だからちょっとゲームとして面白くなってきちゃったわけでね。総裁選はみんなの注目を集めちゃうのは、別にあの茶番の要素もあるんだけど、茶番の要素もね、だけど一応まあ派閥なくしたことになっていて、でガチバトル始まっちゃったわけね。もう新しいゲームの投票で今動き始めた、昔の派閥の茶番のルールが崩れて新しいゲームのルールに変わったから、だからみんな興味持って見ちゃうわけだよね。これはもうなぜかというと、ホモルーデンスの本質に根ざしているというね。我々はサピエンスである前にルーデンスなんだよね、やっぱりね。だからルーデンスとしてやっぱりもっと、それはやっぱりもうとどめようがないわけ、ガチバトルの方が面白いんだから、茶番よりね。ということで、自民党総裁選の行方どうなるんでしょうか。結構選挙戦楽しみですね。でいろんな妄想が膨らむんですけど、ゲームの中でね、やっぱりこういろいろ、例えば向こうが仮面ライダーチームでこっちが怪獣チームだとすると、それぞれにいろんなこと考えてさ、妄想するわけだよね。いやここで仮面ライダーやっつけれるかもしれないと怪獣チーム思ったりするわけだよね。で仮面ライダーいや正義が負けることはないとか思ったりするわけだけども、だけど結果わかんないわけで、怪獣勝っちゃうかもしれないわけだしね、だからそこが面白いわけで、だけどまあ正義の味方の物語は茶番で、みんな正義の味方勝っちゃうのね、危機に陥っても最後は勝っちゃうみたいなとこなんだけど、現実はそうじゃないんだよね、怪獣が勝つ時もあるんだね、これはガチバトルの世界でね。だからこれは面白いわけね。で画前が面白くなってきました。まあアメリカ大統領選挙もようやくね、ちょっとどうなることやと、老人2人でと思ってたけど、少し活性化してきて、日本の政治もねやっぱり結局自民党から始まっちゃうんだよね。これ1993年もそうだったわけですよね。だからまあそういう話ですね、今日はね。そういう話ですねってよくわかんないけど、まあとにかくストゥピドスにならないように、下手にサピエンスに考えずにね、もっとホモルーデンスとしてね、現実を楽しんでしまうということは結構大事なんじゃないかなって、素直にね、なんて思ったりしている今日この頃です。ということで、そんな朝ですが優雅に始まり、のんきに終わります。